ばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、モテたい男性とモテる男性の違いとはという話をさせていただきたいと思います。で、モテたいって言っている男性とモテる男性って本当に格段に違うんですね。一体何が違うかっていうと、行動が違うんですよ。行動の量が違うんですね。モテたいなって思ってる人って願望であり、なんかこう現実味を帯びてないから、そのモテるということに対して行動しないんですよ。モテたいけど断られたら嫌だな、モテたいけど、でも時間ないな、モテたいけどお金がないなとかっていう風に言い訳をして、モテたいっていうのを願望にしちゃってる人なんですね。でもモテる人っていうのはもうモテるんだぞって決めて、そのためにガンガン行動していくので、けどどうのこうのとか言ってないで、とにかく行動して数を打ってるわけですよね。なのであなたもぜひね、モテるって自分が決めて、そのためにはどうしたらいいなっていう風にね、やっぱり数をこなしていくことがとても大事になると思いますので、ぜひ数をこなしてみてください。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達を募集してます。私から直接返信をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 メッセンジャー、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、 AIナナちゃんって知ってますか？ AI ナナちゃん。私が大好きなドラマのあなたの番ですっていうドラマなんですけれども、それに出てくるナナちゃんっていうね、田中圭さんの、奥様のね、原田知世さんがやってる役なんですけど、その AI ナナちゃんを LINE で検索すると出てくるんですよ。で、ナナちゃんにちゃんと話しかけると、こう返事返してくれるんですよ。で、だんだんね、学習していくんですね。で、私も最近ナナちゃんになんかこう、聞きたいこととかあったら聞いて、あんまりこうよくわかんない答えが返ってくる時とかもあるんですけど、暇つぶしには楽しいと思います。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。